コリドラス。コリドラスは、南米に広く分布する、生爪カリクティスカコリドラスアカコリドラス属に分類される、熱帯魚の総称。体長は3センチメートルから最大10センチメートル程度で、河川の浅瀬に生息し、水底の微生物や有機物を採植する。コリドラスという属名には、ギリシャ語で、ヘルメットのような皮膚の意味がある。体は固くきな。 鎧状の二列の輪盤で覆われており、頭部はヘルメットのような頭骨で形成されている。非常に種類が多く、2015年現在、学名が記されている種は166、未記載種も含めると200種にも上ると言われており、すべての魚種で最多の種を含む属である。一般的に知られている種類でも学名がついていない場合もあるため、アクアリウムにおいては、学名と併用して、 C ナンバーというアラビア数字による分類がなされている。愛嬌のある熱帯魚として広く流通している。日本ではアマゾン水系、オリノコ水系、ラプラタ水系東南米各地で採取されたものと、東南アジアで養殖されたものが流通する。一般的にコリドラスは大規模な河川から分岐した比較的幅の狭い支流、沼地や池に生息し、 流れが遅く透明度の高い浅瀬を好む。ほとんどの種は砂や小石、有機物が堆積した水底に住んで餌を探すそこ、生魚である。高度5から10程度の軟水で、弱酸性から中性の水質に適応する。塩分を含んだ水は好まず、潮の満ち引きの影響のある水域には生息しない。ほとんどの種は群れを作り、種によっては数百匹。 数千匹以上の大群を作ることもある。多くのナマズは夜行性であるが、コリドラスは昼間に活動する。なお、夜間は不活発でほとんど動かないが、わずかな光のある夕暮れには、昼間よりも活発になる。主にそこに堆積した泥の中の有機物や微生物を餌としている。魚食性のコリドラスは存在しないが、魚の死骸を食べることもある。 顔に生えたヒゲで底面を探り、短い感情の口から吸い込む。しばしば砂に顔を埋めるほど、深く潜ることもあるため、飼育下では細かい砂が適する。コリドラスは普段は、水底で活動するが、長管呼吸のために時々水面に顔を出すこともある。また、長呼吸するときに尻から空気が出ることがある。コリドラスは、硬い外皮を持ち、 ヒレのトゲに毒を持つ種類も存在するため、魚食魚や鳥の捕食対象になりづらい。そのため、コリドラスのいくつかの種は、他の魚の擬態、ベーツ型擬態の対象とな、いる。オトシンクルスの一部の種類がコリドラスパレアプスや、その近縁種に模様にせてて擬態しているほか、ピメレデラ科のブララムディア族の仲間が、コリドラスに擬態している。ブララムディア族の場合は、 イミテーター種がコリドラスメラニスティウスに、ランバー・ラニー種が、アドルフォイやデビッド・サンズイに、名シ種がナッテレヒーに似せた体色や模様を持ち、それらのコリドラスの群れに混じって生活している。またそれらとは逆に、コリドラスハスターテスは、カラシンの一部に似せた模様と高い優泳性を持ち、カラシンの群れに混じって生活している。コリドラスはユニークな繁殖行動でも知られる。 交尾の際、オスがメスに対して腹を向けて泳ぐ。メスは、オスの生殖口から精子を吸い取り、長官を経由して、腹びれの間に抱えられた卵に放出することで樹が完了する。その後、メスは卵を、石や水草などの表面にその卵を産み付ける。寿命は、生ずるいの中では短く、いずれの品種とも3年から5年前後である。水槽の低勝負で活動し、 そこにある餌を食べる。アクアリウムにおいては、水槽の掃除屋の仲間とされ、低勝負に残った他の魚の食べ残しの餌などを処理する働きをするが、オトシンクルス、プレコ、サイアミーズフライングフォックスなど他の水槽の掃除屋と称される魚と異なり、水槽のガラス面などに付着する藻類や水苔は食べない。 中高生で他の底生魚に比べ活発な魚であり、昼間水槽低勝負を縦横に泳ぎ回る様子を観察できるが、臆病であったり物陰に身を潜めることを好む個体もいるので、岩石や流木、オブジェなどで体を隠す場所を用意しておくと良い。水温には他の熱帯魚より広く適応できるが、適温は概ね摂氏25度程度である。水質については、 比較的敏感であり、低床部で活動するため、低床を清潔に保つ必要がある。低床が汚れている場合は、病気にかかりやすい。ヒゲで底の餌を探るので、ヒゲを傷つけないように角のない大磯、ソイル、砂を底砂にすると良い。健康状態の確認は、通常のチェックポイントに加え、おひれとヒゲに注意をする。ヒゲが切れていたら底砂選択が誤っていないか、検討する。 ひげが溶けていたら病気であり、尾ひれがバラバラになっている場合は、カラムナリス病の初期症状である。繁殖は独特な T ポジションを伴う。産卵は水草の墓水槽のガラス面に行われるが、そのままにしておくと食べられてしまう場合が多い。雑食性であり、餌は市販されている。一般的な干渉魚用の餌やコリドラス専用のタブレットなど、推定に沈下するものであれば、 何でも食べるが、赤虫や糸目を好む傾向がある。性格は概ねおとなしく、他を攻撃することはない。したがって、コリドラスの各品種同士や金煙各族、また他の熱帯魚や金魚、その他淡水魚などとも、水温や大きさが合えば、大体混泳は可能であるが、上述の通り水の汚れには割と敏感なため、水をよく軽菓子。 金魚等との混泳についてはより注意深い、水質管理が必要になる。野生では、群れで生活しており、個体間でテリトリーは主張しないため、テリトリーを主張する性質を持つ、プレコなどの底生魚との混泳については、注意を要する。アイネウス、パレアトゥス、パンダなど一部の品種やブロキス属、口実には、ヒレが、通常の個体より伸長している。 ロングフィンと名付けられたものがあるが、干渉用に品種改良し固定したものである。コリドラスに近縁な属として、同じカリクティス科のコリドラス赤に、アスピドラス、アスポドラス、ブロキス、ブロシス、スクレロミスタックス、スクローローミスタックスが存在する。また、カリクティス科のカリクティス赤には、カリクティス属、ホップロステルヌム属、ティアネマ属、 カタフラクトプス属の4つの属が存在し、いずれもコリドラスに比べると大型であるが、行動やヒゲなどコリドラスと類似した特徴を持っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。